今回は怪我の手当を行います。身近にあるものとしてハンカチとストッキング、これを使って行います。もし頭を怪我をしたら、しっかりと怪我のところをハンカチで押さえます。そしてストッキングを活用してハンカチの後ろの方まで押さえるようにして圧迫します。額が隠れる眉毛のあたりですね、眉毛のあたりにこの端っこが来るぐらいにかぶしていただいて、頭の後ろに足を通すところを交差します。そして前へ持ってきて、まだ長いですので後ろにもう一回巻きつけます。端を押さえるようにして巻いて結びます。ポイントはしっかりと前の方ですね、このあたりの結び目を持ってくるところがポイントになります。そしてひっくり返してこれらを入れて、ハンカチがピッチリするようにしっかりと怪我のところを押さえます。では次に手の怪我などをした場合には、身近にあるハンカチを2つ使います。1つは保護ガーゼとして腕に置きます。ちょっと待っとってください。大きなハンカチを三角形のように半分に折ります。で、傷を負うだけの大きさに畳みます。これぐらいに畳んで、これを包帯のように巻き上げます。圧迫することによって止血を行いますので、しっかり圧迫するように。で、巻き上げたら手の外側の方に結びが来るようにしていただきたいと思います。このように身近にあるもので怪我の手当をします。お子さんが怪我をされて出血していると本当にびっくりしますけど、慌てずにしっかり止血していただいて、圧迫して近くの病院に行っていただけたらと思います。たとえ小さな怪我でも後々可能とかするといけませんので、しっかりと止血して保護をして病院にお連れください。